前とこんな店で飯食う日が来るとはな。てっきり二人きりだと思ってましたけど。海老名が俺につけてる護衛だ。無所入る前は方々に敵作ってたからな。今も俺を恨んでる奴がうようよしてるんだとさ。言われた通りパスポート取ってきましたよ。ご苦労さん。それで俺に頼みってのは。ハワイに行ってもらう。そこにお前と会いたがってる人がいるんだ。ハワイに？誰です？お前の母親だよ。はあ？荒川の親父がただ一人愛した女性、アカネさんだ。え？いや、でも。改めて言っておくが、お前はアカネさんと親父の間に生まれた子だ。40年前のあの日、俺はこの目で見てた。コインロッカーで二人の赤ん坊が取り違えられていたのな。として育てられるはずだった人間だ。それが俺の捨てた赤ん坊に取って代わられた。恨みに思うなら好きなだけ言え。お前にはその資格がある。俺には親父が二人います。ソープランド桃源郷の春日次郎と都政の親荒川真澄。俺にとってはただそれだけです。そうかもな。だが母親についてはどうだ。じゃあその茜さんって人が。お前の母ちゃんだ。いやでも茜さんは殺されたって。俺は親さんからそう聞いてます。昔親さんが入ってた確か氷川興産って組に追われて。荒川の親父はそう信じてた。だが真相は違う。ああそもそもの発端は氷川興産の組長が自分の娘を荒川の親父にあてがおうとしたことだ。そこまで親父を気に入ってた。組の跡目にするつもりだったのかもな。だがその頃もうとっくに茜さんとできてた親父は恐る恐る組長からの縁談を断った。ええ。するとメンツを潰された組長の怒りは親父の想像をはるかに超えていた。親父のこともお前を腹に抱えた茜さんのこともみんな殺そうとした。私は茜さんが氷川興産に捕まったとは聞いたが死体を見たわけじゃねえ。無事を信じて探し続けた。氷川の組員をしらみつぶしに締め上げてな。だがその頃にはもう茜さん殺しのミッションは組員から外注業者に任されていた。外注業者？プロの殺し屋ってやつだ。もちろん追跡も仕事に含まれる。氷川の組長が手配したんだ。茜さん一人殺すためにそこまで。ヤクザのメンツを潰すってのはそういうことだ。お前もそんくらいはわかるだろ。うん。だが荒川の親父は彼女を救うためにとうとう氷川興産に乗り込んでった。
一人でな。時間の問題だ。花の利く猟犬どもが必ずお前の女を探し出して骨まで食い尽くす。たとえ俺がここで死のうが殺しの依頼は果たされる。殺し屋に任務は中止だと伝えてください。できねえ相談だ。もう押せ。てめえは後戻りできる一線をとっくに越えちまってんだよ。あらがわ！茜はどこにいる？もう日本を出て向かった先はフィリピンだ。小せえ怪しげな貨物船に潜り込んだんだとさ。何のつてもねえ女が大した金もなく密航だなんてな。そういう時見返りは何だと思う？海にいる間中ずっと船員たちの慰み者にされるんだ。代わりバンコにな、この野郎。殺し屋に電話しろ。任務は中止だと伝えろ。引け！いい顔じゃねえか荒川。俺なずっとお前のその顔が見たかったんだよ。殺し屋に電話するな。今頃あの女はどうしてるだろうな。親父は氷川組長が死ぬまで拷問を続けたそうだ。だが最後の最後で組長は笑い続けてたとさ。
結局あかねさんの居所もつかめずじまいになった。殺し屋を止めたくたって連絡のつけようもない。けどフィリピンに向かったってことは分かったんだ。なら何か手の打ちようがあったんじゃ。もちろん親父はすぐにフィリピンに飛んだし、自分の組を立ち上げた後は子分なりも探させた。だが手がかりはつかめず、そのまま何年も経っちまった。もし茜さんが無事生きてりゃ、何か親父に連絡してきたろう。だとしたらつまりもう手遅れなんだろうと誰もが考えていた。口に出さねえまでもな。当時俺たちが親父に持たされた茜さんの写真だ。え、見たことねえだろ。この人が茜さん。ハワイ生まれで日系の血も入ってるそうだ。じゃあ俺にもその血が。そうなんだろうな。あかねさんが消息を絶って10年も経ったある日、親父に知らせが入った。取引のあったフィリピンマフィアの幹部からだ。ハワイであかねさんらしき人を見たと。ってことはフィリピンからいつの間にか故郷に移ってた。ああ、もちろんそっちも前から組で調べちゃいたんだが、あかねさんの生まれがハワイのどこそこってとこまでは親父も知らなかったんでな、網に引っかからなかったんだろう。それで確かめに行ったんですね、あかねさんのこと。知らせを受けた後すぐに現地へ飛んだ。ただし親父は行かずに俺一人で。なんで。親父が自分で行かなかったのは、言葉を選ばずに言えばきっと怖かったんだろう。それまでだって情報が来るたびに希望を打ち砕かれてきた。脈のありそうな時ほどガセだと分かった時のダメージはでかかった。なるほど、確かに。そして俺は茜さんを見つけた。正真正銘本人に間違いなかった。無事でいたってことですか。そうだな、平穏に暮らしてたけどな、それは俺には実に都合の悪い状況だった。え、もし晴れて親父の元に戻れば、あかねさんは自分の子供を目にすることになる。コインロッカーの受け渡しに失敗して体に障害を抱えちまった赤ん坊の成長した姿だ。初めは再会できただけで十分だというかもしれない。それでもなんでそんなことになっちまったか原因を突き止めようとするだろう。いずれ親父とあかねさんはお互いの記憶を細かく突き合わせていく。するとそれぞれ違うロッカーで赤ん坊を受け渡してたと気づく。二人はその時、今まで自分たちのことを信じてきた荒川雅人、若をどう扱う。そりゃ実際どうなるかは誰にもわからない。ただ一つ言えるのは、あかねさんが日本へ戻らなきゃ何もかも今まで通り、俺や若が破滅することはねえ。じゃあまさか頭はあかねさんのことを。そうだ、俺はあかねさんを殺すつもりだった。
さすがに俺も震えたよ。親父の愛した人を始末するってんだからな。だが彼女の一言のおかげで俺は手を汚さずに済んだ。私は死んだことにしてください。ハワイに茜さんの子供たちが。考えてみりゃ驚くことでもねえ。殺し屋に追われる逃亡生活でずっと親父と連絡を取ることもできずにいた。そんな中で茜さんがどんな人生を選択しようと誰に責められる。俺は彼女の希望通り茜さんは死んでいたと親父に報告した。ハワイで氷川興産の刺客に殺され死体は始末された後だったってな。親父は黙って俺の報告を受け入れた。茜さん捜索は打ち切られ、親父の口から彼女の話を聞くこともなくなった。その後も俺は細々とだが茜さんと連絡を取ってた。彼女が妙な里心を犯さねえようコントロールする必要があったからな。あんたってやつはどこまでも。けどこの件についちゃ茜さんが言い出したことでもある。あんたの行動が全部間違ってたとは言わねえよ。だが4年前に親父が死んで俺が無所に入ってから状況が変わった。茜さんには包み隠さず全て白状する手紙を送った。俺が親父を裏切ったことも総武育ちの春日一番が茜さんの産んだ子だってことも。皮肉な話だ。親父が死んだことでようやく俺も茜さんも自由になることができた。それでな、アイチ、アガリさんが今になってお前に会いたいと言ってる。アカネさんが俺に。アカネさんのハワイの住所がこいつに書いてある。アカネさんからの手紙ですか。封筒だけだ。手紙は俺とアカネさんとのやり取りだからな。お前には見せらんねえよ。まあそうっすね。40過ぎて見たこともねえ母ちゃんに会えって言われてもピンとこねえだろう。でも茜さんももう年だ。思い残すことなく行かせてやるのが息子の務めってもんだろう。そりゃこいつは俺がやるべき罪滅ぼしの一つだ。ハワイ行きのチケットはこっちで用意する。出発は明日の夜だ。あとはお前の気持ち次第だよ。どうだ、俺のためじゃねえ、アカネさんのために。会いに行っちゃくれねえか、イチ。頭、頼む。あんたが俺に頭下げる日が来るなんて思ってませんでしたよ。わかりました。会いに行きますよ、茜さんに。もし断ったらぶっ殺したとこだ。